この辺りが一番奥でしょうか。あとは空気をしっかり吸い込むだけだね。あれ、シェゾー、愛が足りない。それってまさか再び愛夢状態に。どうやらあえて言うならやけぼっくい的なものに火がついた感じだね。そして私も何やらなんだか。え、先輩、素晴らしい愛を求めてやまぬ心が今一度ふつふつと湧き上がり、どっこー。での先輩の様子ももしその仮説が正しいとすれば、おそらくリスクマ先輩も変態さんと同じように。ちょっとリンゴ、冷静に分析してる場合じゃないよ。大変だよ、このままじゃ二人ともなんだかとってもいけない感じで。俺はお前が欲しい。いざめくるめく愛の実験へ。なにこれ、どうなっちゃうの。キャーキャー、なんという盛り上がり。私も愛し合いたいです。どうしましょう、アルル。私にはこの事態をなんとかできる自信がほぼありません。リン、笑顔で諦めないで。そうは言ってもなんとかしないと。俺は愛さえあれば。あ、でもシェゾが欲しいものが愛だけってことは、もう僕の力が狙われることもなくなるかも。それは違う。え、シェゾ、何が違うの？俺が本当に欲しいもの、それは、アレル！お前、が、いや、お前、の、力が欲しい！これって、まさか！なんとか、自分を取り戻したぞ。シェゾ、すごいね。あゆめ状態から自力で元に戻ったよ。すごいかどうかで言えば、おそらくすごいのでしょうが。元に戻っても、どことなく変態のままだからな。なんだと？あれも愛、これも愛、それもまた愛。そしてこいつもしかして、うん、ペアで混じり気のない、それでいて激しい愛に満ち溢れた二人きりのぷよ勝負をぜひに。えい、これ以上厄介な目にあってたまるか。俺が求めているのは愛よりも力だ。お前との違いをぷよ勝負で分からせてやる。
ふむ。反省会を開く。勝負あったな。むふー、どうやらおとなしくなったようだな。一時はどうなることかと思ったけど、シェゾがなぜか自力で元に戻ったおかげでなんとかなったよ。ふん、闇の魔導士である俺があんな状態にそう何度も陥るはずが。普段のシェゾがまともに思えるくらいの変態っぷりだったもんね。普通の変態さんに戻って本当によかったです。うるさいぞ。そして先輩は大丈夫ですか？うむ、すっかりいつもの冷静沈着さを取り戻したよ。一度ならず二度までも迷惑をかけてしまったね。一見二人とも元に戻ったようですが、本当にもう大丈夫なのでしょうか？ぷよ勝負をしている間にここの空気をしっかり吸い込んだおかげじゃないかな。これで二人とも元に戻ったみたいだけど、それじゃあこの村の異変って一体何なんだろうね。それはまだわかりませんが、この辺りのどこかにエコロが潜んでいるとすれば、何らかの騒動を引き起こしてくると思われます。それはありそうだね。パープルーンに戻って何か変化が起きていないか聞いてみよう。